はい、今回はね、ノクさんから ADA のステーキングが入りました、利息が入りましたって連絡をいただきました。動画の方でね、本当におめでとうございますということで、 ADA は多少のね、タイムラグはあっても私たちの期待に応えて一歩一歩前に進んでくれてると思います。もともと ADA っていうのはその ICO のですね、プロトタイプと言われているのか、唯一の私 ICO の成功例だと思うんですよね。もちろんその他にその後成功例も出てきてますけども、あの時代にここまでのことをね、見越してやれていたっていうのはすごいなと思うんですよ。で、ADA とかその他の ICO、ホワイトペーパーなどを参考にして後発でうまくいくのっていうのは多々あると思いますけども、あの時代にですね、ここまで、やっぱり真ん中貫いたのはすごいなと思うんですよね。なんかね、同時期にね、クローバーコインっていうのがあって、そっちに流れた人もいたんですけども、ちょっと寂しい思いをしてるんではないかなと思うわけなんですよね。私は ADA を選んで本当に良かったと思ってます。で、ステーキングもしっかり入ってますしね、で、やっぱりね、日本向けのサービスとかメッセージが充実してるなっていうところもあるんですよ。これはね、本当にありがたいなと思います。で、唯一懸念点があるとしたら、ある人がセールスに関わったことによって ADA の信頼が非常に失墜しててですね、それで買うのを控えたって人が、もうあの人が紹介していなければ私は買っていたのにとかね、いうことが今あるんですよ。ですんでね、だから誰かが言っていたからっていうのに依存しちゃうとこうなりますんで、やっぱりね、商品そのもの、サービスそのものをしっかりと見据えていく見極めが必要なんだろうなと思います。ただ多くの人は勧めてきた人が誰なのかってことにすごく弱いんですよね。だから有名人が言ってるからそうだろうとかね、この人がやってるからこうなんだろうっていう風になってしまうんですよ。でもこれはね、完全なる思考停止です。やっぱりサービスとか商品そのものを見抜いていかないといけませんから、この見抜いていく目利きの作業っていうのは自分の頭脳を鍛えていくことになりますんでね。やっぱりこのいい人だからどうこうっていうのはあんまり当てにならないわけなんですよ。そうではなく、確かに勧めてくる人はいい点をきちんと話してくれます。そういう面ではいい人なんですよね。でも紹介者っていうのはその結果によってですね、責任を取ってくるかって言ったらそこまではできないわけですよ。あくまでも情報を流しただけですから、それによって紹介報酬みたいなのが、あるかもしれませんけども、やっぱりね、紹介する人っていうのはそれなりに信用されてないと紹介できませんので、信用を積み上げてきたっていうコツコツはあったわけなんですよ。で、そのコツコツを利用して紹介っていうのをやってますんで、例えばね、ADA を紹介した人の中に、あるね、コインの王様みたいなのがいたと思うんですけども、じゃあその人が今までね、何か一つも当てたかっていうと、これはね、ADA を除いてみたらちょっといろいろと疑問が多いところだと思うんですよ。そういうのも込みでね、有名人が言ってたからとか誰かが言ってきたからみたいなのは当てにならないと思います。例えばね、テレビで本物を見極める、A と B みたいなのがね、そういうのがありましたけども、それで連戦連勝したからといって、でも暗号通貨は外すかもしれないわけですよね。いつも当たってるから次も当たるとは限らないんですよね。常に新しい案件についてはリスクが 50-50 であるわけですよね。特にね、何かプロモーションかけてる時っていうのは、プロモーションかけないと売れないという商品なんで、ちょっと差し引いて考えた方がいいですよね。ということでね、私の目の敵にしている暗号通貨 N コインと S ドルこれについて今日もちょっとね、やんわりと続いてみましたけども、皆さんのお考えいかがでしょうか。私は ADAのメインでやってきてよかったなと思います。 ADA の含み益があるから、他の投資案件も大胆にいけますしね、チャレンジして失敗しても痛手をこもらないんですよ。いや、はっきり言って100万単位でなくなると痛手ですよね。フォインとかやって500万とか突っ込んだわけですから、あれはやるべきじゃなかったかなと思いながらだったんですけども、でもね、なんでね、500万円突っ込めたかというと、 ADA の含み益がやっぱりね、非常に大きいからなんですよね。で、今も全然ADA の含み益があるんで、何で資金を失っても本当かすり傷な状態になってきましたね。そういう意味で言うと、死ぬこと以外かすり傷と、でもやっぱこれはね、ある意味 ADA の依存なんで、ちょっと気をつけないといけないかなと思いまして、 FX を攻略して、今 FX も攻略できたかなという形でございます。やっぱりね、何かがあるから大丈夫って思わないことが全て大事だと思います。この ADA っていうのもいつ吹き飛ぶかわからないっていうね、不安とともに期待していこうかなと思っております。それでは本日は以上です。